ルートビヒルドルフは、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、ボルフェンビュッテル公、アントン・ウルリヒの末息子、アウグスト・ビルヘルムの弟。1690年に神聖ローマ皇帝レオポルト一世の元で少々になったが、大同盟戦争の最中にフランスとの戦いで捕虜になった。同年のうちに解放された後、父は、ブランケンブルク博領を、兄、アウグスト・ビルヘルムを差し置いて、 ルートビ・ヒルドルフに与えた。1707年、ブランケンブルクは神聖ローマ帝国の皇領に昇格し、ルートビ・ヒルドルフは兄に先立って、両方君主となった。その後1731年、兄が子を残さずに死去したため、ボルフェン・ビュッテルも相続した。兄の下でボルフェン・ビュッテルの財政は破綻寸前に陥っていたが、ルートビ・ヒルドルフは経営を立て直した。 1735年3月1日に死去したが、男子がなかったため、重低デスエ娘アントイネッテ・アマーリエの夫である、フェルディナント・アルブレヒト2世が、相続人となった。しかし、半年後にこの娘婿も死去したため、孫のカール1世が後を継いだ。1690年にエッティンゲン・エッティンゲン公、アルブレヒト・エルンツと1世の娘、クリスティーネル・イーゼと結婚した。 二人の子の内成人に達したのは三女である。ありがとうございます。